ですが、帽子もあれルカリオ帽子ですね。初めて見ました、うん、ファイターアイ、ファイターアイが現れてますね、うん、ということでシュルクでしたね。シュルクですね、うん、シュルクはずっと勝ってるみたいですね。なるほど、からやはりずっと置いてあるわけですね、はい、あのペットショップで購入したんですよねちゃんと、はい、捨てじゃないんですね、そうずっといるんですね。ペットショップでこうね、家族にしたペットのこと購入っていうのどうなのかなって今思いましたけど、まあそれは置いといて序盤はやっぱりこの長いリーチ、ルカリオがジャンプをしたくなるファイターですので、それに対して結構重くのしかかってきまして、はい、パーセントは稼がれていますが、ルカリオといえばパーセンテージが溜まってからの怖さと、ここからが本領とはいえ、このねモナドアーツスマッシュ、はい、まあ、劇なんて言われてたりするものですけども、はい、あれによってかなり早期撃墜が狙えるファイターにシュルクはなってますんで、まずはその劇状態のシュルクをどのようにケアしていくかっていうのがルカリオ使いの課題、そしてこの復帰阻止もケアしていかなくてはいけませんね。なるほどなるほど、うん、ルカリオも復帰が弱いキャラクターではないというイメージなんですけども、そうですね、ルート自体は、新速、多種多様なルートを取ることができるんですが、はい、どうしても崖をつかみたくなるというのは心理としてあるので、はい、そこに対して、空中前等を置かれてしまうと、まあ、撃墜という展開になるので、おここですよ、ここですね、ですね、うん、しっかりとここも劇でバーストできるか、自分がバーストされる前にバーストできるかっていうのが、はい、やっぱり対ルカリオ、そうですね、それをしっかりと体現してくれましたね、うん、まあ、崖上で空中前を振る、シュルクが空中前を振るっていう行為は非常に強くて、崖下に対してもしっかりと当たる判定の広さを持っているんで、はい、まあ、ルカリオ側の復帰としては結構タジタジ、勇気を持って、まあ、上方向に帰らなくてはいけないシーンもおそらく今後出てくるかと思うんですが、まあ、そちらに対しては今度は強力な体育性能を持った上京が襲いかかるということで、範囲がとても広い上京がいると、うん、まあ、ルカリオの復帰一つとってもちょっと難しくなってくるのかなと。なるほどなるほど、そして撃墜拒否も完璧ですね、フト選手 183% モナドアーツシールドと、そのシールドの回復時間のための、スピードや、ジャンプを駆使して、はい、相手の撃墜択をやり過ごして、なるほど、はい、本当にシュルクの盾は、うん、なんか残機がもう一つあるような、そうですね、何か確定をつなげようとしても盾で拒否するっていう、はい、うん、おっとこれは飛びすぎなのではないか、耐えに耐えてほかほかも溜まって撃で最大と、はい、そうですね、モナドはつましのダッシュ攻撃で撃墜、こうなると少しルカリオ側が厳しいか、でもルカリオならまだあるんじゃないですか今盾あったさすがになかったよ、なかったですよね、なかったですね、うん、あってあんなに飛んだらねびっくらこいたですけどね、痛い痛い、ここまではシュルクの劇が光ってますが、うん、ルカリオのバースト力も負けてはいないと、はい、そうですね、まあ、シュルク の, モナドアーツシールドっていうのは相手のコンボとかに割り込んで、はい、自分のファイター性能を変えるっていうこともできるんですが、ルカリオっていうファイターはわりかし単発ヒットで撃墜を狙うファイターですので、はいはい、まあ、その点だけで言えばそんなに悪くはない相性なのかなと、そこまで盾は、うん、そうですね、まあ、過剰には作用しないと、うん、そうです、なるほど、ただしこの長いリーチはやっぱり単純にちょっとルカリオ側が面倒くさそうっていうのはありますね、やっぱりルカリオといえば、まあ、せめて前作から速くなったので攻めるっていうこともおそらくできないくはないとは思うんですけども、はい、まあ、この波動弾が強力で待てるっていうところもあるんですが、この長いリーチだとそうそう待つこともできないと、そうですね、先ほど波動弾の弾が小さい状態だと、はい、その空前で波動弾を消して、なるほど、シュルクが近づいてくるっていう展開もあったんで、今のえなんか飛びすぎでは、あれ上投げ空上とか当たったら撃墜してたんかな、ちょっと撃墜しそうでしたね今のはなんかねレーパーなのにすごい怖いシーンでしたけどやはり劇はモロハの剣と、はい、自分の撃墜力も上がるが自分が飛ばされる、ね、非撃墜力も上がるということで、このシーン今度は盾で拒否入れましたね、おそらく、まあ、ここで盾を使っても自分がバースト隊になる頃には、はい、もう一度溜まっているだろうと、まあ、なんとしてもここで空ごとを食らうというのはフト選手としては避けたいところ、そうですね、ここで盾が溜まる前に、うん、バーストされることは避けたいと、やばいぞ、読み合い読み合いを制していったが、ここで
あおおしっかり縦に反応して変えているが、読み合い早すぎるが、ちゃんと掴んでる。ここの復帰阻止はどういってる。空母だと影分身が切れた直後に空母でしっかりとバーストしてきましたね。様子見してましたね。ただルカリオがやはり100超えた後、主力 60% ぐらいだったと思うんですけども、あそこで劇を出し出せないというんですか、やはりルカリオも溜まっていると、主力劇出してしまうと、もうそこから即バーストっていうところなので、波動補正の乗ったでかい波動弾になってくると、小ジャンプでかわせなくなる大きさにまでなってしまうんで、それに対してこうモダダスマッシュ状態の主力とか引っかかってしまうと、なんかステージ中央からでもねそのままお星様になったりするんで、まあ、その状況を嫌って、まあ、モナダーツスマッシュは使わないで清掃という。なるほどなるほど、そんなことを言っていたら、さっきまで言ってたステマリオがちょっと帰ってきましたかね。これはノラから、ノラから家族にした血統書がついてない方ですねちょっとノラマリオにしてはいい格好をしているが、ウェディングな、ね、めちゃくちゃ高そうな服着てますけどねあのマリオちょっと、判定が大きく見えるので、見えますね、ちょっと詐欺ってるんじゃないかなって自分の中で話題なんですけども、帽子がね、帽子のせいで、さて、ただここは捨てマリオにしたことが、先ほどのシルクも、惜しい試合というか、悪くはなかったと思うんですけども、惜しいというか制してますからね。そうですね、内回りとしては2本目までは制して噛み合ったという、まあ、ここで、まあ、もう1個のファイターも一戦分余裕があるから動かしておこうという狙いでしょうか。ファイター相性としてはそんなにどちらに傾きすぎるみたいなこともなくって感じですかね。波動弾もまあ一応シーツがあるし、そうですね、なんか白色のマリオだとシーツって言いたくなりますけどそうマリオはマントなんです、ね、マリオはマントですね、はい、で撃墜にちょっと工夫が必要なんで今作のマリオはね、その工夫が必要な部分で撃墜拒否を消える選手が徹底できてしまうと結局はなんか五分展開になるのかなという感じがします。やはり今みたいに上スマをどこかで当てる、また崖外崖の方で空母を当てると、そうですね、あとはまあコンボで空前でメテオで撃墜しきっちゃうとか、そういうの。おーと上Bでバーストしていく。いやあれはまさしく威力80の先制技ですか。なるほどなるほど、新速ですね。新速でしたね。80合ってたっけ80ちょっとわかんないです90ぐらいあったっけ、ちょっとうろ覚えですけども、崖外に撃墜しに来たところを先制技で、こちらが先にと、まさかのね、はい、さて空前、空上で撃墜は追いついてますが、ここら辺序盤のこの2ファイターは、特にそこまで騒がしくなく、おとなしくといったところですかね、そうですね、威力80合ってるみたい、よかったさすがですね、まだポケモンの知識錆びてませんただここまでパーセンテージは5分、静かな立ち回り、まあ、ここでなんか手痛いコンボ指導技下強だったり、あとはなんだろうな、ジャンプクーウェとかかな、ショージャンクーウェとか、こういうのをまあ、キール選手としては食らわないようにってところですね。なるほどなるほど、人選手としてはここでまあでかい撃墜技ルカリオ側のスマッシュ等を食らわないようにそうですねケアして、お互い撃墜パーセントに持ち込もうと。うおっと、ただこうなってしまうとパーセンテージは同じなんですけども、やはりルカリオ側が少しやりやすいといったところなんでしょうか。波動弾の撃墜リスクや圧力があるので、なるほどなるほど、ルカリオ側の方がゲームメイクはしやすくなるのかなというところですが、しっかりと見てますね。見てましたね。ジャンプ読み、ジャンプで超えるわルカリオ。下強渋いですね今の。下強渋いですね。下強意外と横にも飛ぶんですね。まあ、おーっと崖上がりにしっかりと波動弾当てて。結構下強攻撃っていうのは大体なんですけど、特性としてはまあ真上に浮かせてコンボするか、かなり低い吹っ飛ばしてダウンとかの展開にするか、まあ崖外の低い位置で浮き阻止展開を作り出すかみたいな技にされてることが多いんですけど、ルカリオの場合はその後者の低いベクトルで吹っ飛ばす、なるほどなるほど、浮き阻止展開を作り出す技であったという、キャラによって吹っ飛ぶ方向も多少違う、おっと空下でバーストですね。今のはなんか着地に対してこう空中技で、
地上にいるマリオに対して攻撃しようとしたんですけど、はい、しようとしたと思うんですけど、そこに対して福選手が上スマッシュを置いていたんで、上側移動回避でダイオに着地して、それをケアする動きはしてたんですが、そこまで追い切った福選手の空下による上方向の撃つ、見事ですね。大経由から上強でコンボを伸ばそうとしましたか。なるほどなるほど。やはりこうやって台があると、はい、あのいろんな読み合いとコンボが少しずつ見れて、見る側としてはとても面白いですね、ですね、はい、やはりスマッシュブラザーズというゲームは、まあ、食らった側も操作が、技を食らった側も操作が、まあ、多少なりともできるゲームなので、はい、まあ、コンボルートというのは結構アドリブになりがち。なるほどなるほど。まあ、そここそが一番スマブラの面白い部分なんですが、そこで読み合いが発生すると、はい、危ない。どう滑り横丁ですね。面白い、確かにですね。あ、上に刺して、これは下スマ、下スマですね。おっと空母ね、これはただまだ、お、飛んでいく、飛んでますね。まあ立ち回りでほとんど空中後ろ攻撃を使ってなかったんで、まああれも新品のブーツでしたね。なるほどなるほど。このゲーム技を使わない方が、はい、新しく使った時に吹っ飛びがあると、うん、そうですね。しかも